せ。はい、皆さんこんにちは。モーニングローリーのテリーです。今日はね、石垣島の横にある黒島っていうところに来てます。いつものこのやつの、なんだっけあいつ、具志堅用高の、金色の具志堅用高のある港からここまで、だいたい時間にして30分ぐらいですね。で、今回はこのチャリンコのツアーだけを、なんか GoTo トラベルっていうのを使うと 35% オフやったんで、船代とチャリンコ代を一緒にするとだいたい多分2400円ぐらい、安いのか高いのかわからないですけど、ちょっとこのくっそ暑い中、日射病になる覚悟で黒島を一周してみたいと思います。壊れてる。壊れてる。スタイリーみたいな。スタイリー。それじゃあ行ってきまーす。とりあえず海を目指して行きます。こんな手持ちでサイクリングするんやったら GoPro をチャリンコにつけろって話やろ。ビジターセンターって書いてあるんで、なんとなく方向が分かるんじゃん、これで。ビジターセンターの近くに行ったら、この中本海岸に今があるってこと。あ、みたいやな。行ってみよう。とりあえず行くか。行きまっかい。真ん中走っても行きや。臭いな。牛の香り。この何とも言えん、何にもない感じがたまらんな。牛もおらんや。ちょっとタイヤ後ろから見て、おかしなことになってへん？大丈夫？結構ボロボロのチャリンコ使ってあるから、新しいのさっき取られちゃったらボロボロしか残ってんねん。のどかやなあ。あそこええやん、ええ景色やん。あそこほらすごいええ景色やで。この木なんの木、気になる木やで。暑いな。すぐに走り始めるママちゃん。すぐに遠くなんだよ。これ絶対この後ろのタイヤなんかおかしいわ。ボコンボコンするもん。見えるかな。こんな感じで外れちゃってる。ここもう乗っからやん。何もないじゃん。ここに家建ててえな。すぐ影に隠れる。建物がないもんな、全然。これどこ行くんやったっけ、こっち行ったら。海岸やったっけ。これ何やろな。これ多分草やろな。蒸したやつをこうやってやってるっていう。もうすごい量。カラス。何ですかここは。海です。ダイビング船あるやん、そこに誰か潜ってます。ここもマンタ出るらしいね。まあどこ行っても綺麗な海ですよ。石垣島でも綺麗けど、黒島の海も綺麗。なんか逆にパンクしそうやな。プズマリっていうのがありますけど、これ今の時代の灯明みたいなもんかな。灯明台として琉球王府時代に使われたらしい。こんな感じで石垣、これ全部俗に言うサンゴです。サンゴの塊が積み上げられてる感じ。静かな、本当に木陰やな。なんか出てきそう、森の精霊が。ということで、ここどこだ。この辺かな。ああ、そうなんや。ほんならこっち行ってみる、うん、こっちは何や。あ、また砂利道やんか。砂利道ばっかじゃん。浦島研究所、何研究してんだよな。ひたすらデコボコ道行くんや。堀江サンドって何やろ。サンドイッチ、こういうとこに店作っちゃうと、あの観光客しか来ないけど、店の数も少ないからいいよね。ダイビングサービスヒデさんやて。広島にもダイビングサービスあるんやな。あ、なんかおるで。濃いかな、サメおる。サメ、よっこいしょ。この池のところにサメおる。おお、サメが2匹。海水引いてんのかな。引いてんのかな。
サメがいますよ。池やで、ここ。多分これ、海水引いてるんでしょうね。じゃないとあんなサメがいるわけないのな。サメちゃん。なんでこんなとこにサメ。非常に暑い。もう汗びしょびしょ。とりあえず、倉崎研究所へとちょっと入ってみよう。マスク手洗いしてくださいね。お一人様、とにかく500円です。500円、そらあるよ、この中に。チケットもらいました。倉島研究所500円。入ってみたいと思います。あ、これいいやん。亀の甲羅。あ、ここが研究室になってる。あ、いろんな本置いてあるよ。亀の餌売ってるで。ヤドカリ。これガラスの中に入ってるヤドカリが。あんぼいな。これあれ、毒あるやつで。手入れて刺されて一回。死ぬで。すごい大きなヤドカリがおる。ヤドカリちゃうわ。ヤシガニおる、ヤシガニママちゃん。でかいの。あ、これヘビやな。屋島マダラっていうヘビらしい。広島で一番よく見られるヘビらしいよ。あ、ヘコアイオグレ、ヘコアイオ。最近ダイビングで見なくなっちゃったけど、ヘコアイオ鳴いてます。上から見るとこんな感じ。面白い、ちっちゃいカメが。大きさこんなもん。手で、手でるとこんなもん。一冊のゴンズイの塊。ゴンズイの塊ですよ、これ。おー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 おおこれ、これ指でやるとこうついてきよう、ほら。これだけ読んだら気持ち悪いな。ほらほら、ついてきよう。うん、餌もらえる、餌あげないよ。こいつに指噛まれたら痛いね。痛いというかね、多分指ちぎれますよ、こいつ。あ、出た出た、ゼブラウツボ。ウツボ、ちっちゃいちっちゃい、もっとちっちゃいウミガメがおる。ナンバリングされとるな、ナンバリング。もうま 指と大きさ比べてこんないもんな。ちっちゃい。ちょっと外もなんかいろいろあるみたいですね。暑い。ここは何おんねん。あー、ここも、ウミガメと、ツバメウオがおるわ、ツバメウオ。まず、こいつ、ウミガメ。ウミガメがよ、ギョル。あ、ほら、ツバメウオおる、ツバメウオ。ほらほら。見える？うわ、でかでか、水面の乱反射で見えないよ。見えて見えた。こんな感じや。ツバメウオ。ナマコラグーンって何やろ、ナマコラグーン。ナマコいっぱいおんのかな。なんか淡水魚の展示みたいですけど、実際にも多分海水が入ってるんでしょうね。海水魚がいっぱい泳いでます。で、中に多分ナマコがここもおるとは思うんですけど、どこにもいない。あ、いたいた、ナマコいたいた。ほら、一応ナマコ、ナマコですよ。もう本当に暑い。この中で一緒に泳ぎたいわ、できることなら。うわ、これまたすげえサメがいっぱいおんな。パーンと泳いでんの、ホワイトチップシャークな。これは多分眠り深いと思うけど、僕はまあ可愛い水槽。500円払いましたけど、あまりにくそ暑いんで、もうちょっと脱出しようか。それからちょっとここに座っとくかな、しばらく。クジャクもおるでよ。石垣島とか住んどんねん、これな。寝てんのか、死んでんのか、どっちよ。おーい。寝てるな。将来のヤギ汁があそこにいます。奴はもうすぐヤギ汁です。食べたな。もしかしたら、こいつの妹かなんかを食べたんかもしれんで。おい、ヤギ汁、スープ。大きく育って、美味しくなれよ。あ、こっち来たで、こっち来たで。おい、かわいい、かわいい。かわいい、かわいい。かわいい、かわいい。泣くもんな。おい、おい。疲れてるのかどうなのかわからん。どっか飯屋さんないんかな。ヤギ汁を後にして、なんか食べ物があるんじゃないの。中本海岸、中本海岸、向こうは多分いいやん。今なんかコロナで入ったらあかんらしいよ、海岸は。この辺は中本海岸、こんな風になってんだ。ちょっと見てみよう。もうこっから見てもええ感じ。ここも同じように中本海岸、静かですね。ずっとあそこにダイビング船が止まってるから不思議やな。一応ここからだとドロップオフが近いので、多分その気になればドリフトダイブができるんじゃないですかね、あの辺で。こっち側は完全にこう入り江みたいになってるから、あ、ここで海水浴してももしかしたら安全かもしれん。こんだけ何にもないとこ建物が珍しいな。またくせえな、この辺。多分牛がいるんじゃないな、この匂いは。黒島はなんかこう大草原と牛の糞の匂いがいっぱいします。そしてたまにヤギ汁の元がいます。ヤギ汁の元。めーって言いよんねん。ヤギ汁の元美味しいんだけどな。なんかやっぱ内臓が結構なかなかの形をしとるんで、そこはよう食べやんっていう。ところでママちゃん、飯屋さんってどの辺やろな。
なんかこの先に行くと灯台みたいなのが見えてくるから、それ左曲がるとなんか町に行くみたいで、すごいな、ほんま気持ちいいな。何にもないもんな、緑と青だけ、あと黄と。あーチーズ、あー誰灯台ちゃう、多分これ灯台、これなんか木が完全に折れてしもてんやん、パコーン切ってんのかな、誰かのお墓、これは何かは分からないけど、ふいふい、ママちゃんは降参して戻っております。ちょっと見てくるわ、ドン引きです。土管長です。土管長ってケツに指さすことちゃう、完全な管長。アダンがあります、アダンがパイナップルみたいにしたね、形した、これがアダン。まあちょっとパイナップル似てるよね、食べたことはないです。もう少しすると灯台が見えてくると思うんで、灯台をちょっと過ぎたら街中へ向かって、ちょっと昼飯でも食べに行かなかな、ママな。何佇んでんの、なんかおんの、あ、お涼しいや、めっちゃ、はい、何やろな、なんかいろんなものが戦後に建ったんかな、これ。こっち灯台って書いてあるんですけど、ちょっと一瞬だけ行ってみようかな。ちょっと灯台がありました。すぐそこにありました。これ灯台守ってる人おんのかな？普通誰か住んでるとかじゃないの？じゃないのか。この灯台は未だに電気つくのかな？黒島の灯台。こんな感じで灯台です。海上保安庁が当然のごとく管理してるみたいで、まあ、一年に一回来るか来ないかなんかじゃないの？一応まあ灯台がね、船の安全を見守ってるっていうことなんで、こいつにいたずらして、変なすることをするやつもたまにおるらしいですけど、その気になればこの登って上に上がれると、黒島灯台って書いてあります。石垣海上保安部灯台課長っていうのがいますね。和田さんっていう方が管理してるみたいです。和田さん、ご苦労様です。和田さん、ということでこの灯台を後にして今度こそ飯へ行こう。最初にまおちゃん、カフェがあるんじゃないかな。もうね、暑いんですけどね、爽やかな風がね、吹いてきてます。もう扇風機の中におるみたい。チャリンコで漕いでるんで、その風も相まって だと思うんですけど、黒島はね、前から何度も何度も来ようとは思ってたんですけど、あまりにも何もないことは分かってたんで、どうしても後回しになっちゃう。それと船便も1日4本しか出てないので、どうしてもなかなか足が遠のいちゃいますよね。まあほぼほぼ石垣島の周りの島も行った感じなんで、あと小浜島行ったら多分全部行くんじゃないかな。そうすると今度はルーティーンで、自分の気に入った島にまた前戻りながら、海を巡ってみたいと思います。黒島いいっすよ。またまた牛がいっぱいいます。牛、おお、容器おるわ。あれ全部、これ全部美味しいねん。これのカルビが美味しいな。美味しく育ってくれ。うわ、ちっちゃいやつがおる。赤ちゃん、赤ちゃんおる。目の前に多分これ石垣牛の赤ちゃんやと思うんですけど、何匹かいます。これがね、きっともう少しすると大きくなって美味しく美味しくなるんですよね。それを思ってか、ずっとカラスたちがずっといます。まだまだだ、お前らにあげねえよ。俺が最初に食うんだよ。牛の島やな。実際はもう石垣牛よりも黒島牛だよな。じゃあ、カフェはね、左。この時頼りになるのは近代営業の Google マップ。ハート、ほんまやな、ハートランドしかないな。ハートランドか、こっちちゃうカフェ、ここなんか階段で、ほら、あ、ここちゃん、フルオープンでやってますよ。飯屋みたいです。ここでメニューを先頼む。大玉サンドってサンドイッチ、わしはオリオンビールあります。オリオンあります。オリオンビールと、あ、もう普通にカレーライスです。カレーライス、カレーライスです。コロナ対策でこう外に席が全部置いてありますね。
こうやって自由に外に席が置けるっていう土地があるってのはすごいな。こっちの木陰でよろしいか。カレーライス。あ、結局おにぎり。うん。ポー玉と。ポー玉。ミニそば。じゃあ乾杯しよっけ。乾杯。カレー美味しそうやな、野菜いっぱいで。うん。なんか、あの、ビールをもう一杯おかわりしたい。当然のごとく、カレーにもゴーヤが入ってる。うん。黒島一周、だいたい 2時間ぐらい。10時に船乗って、10時半に到着して、実際11時ぐらいのスタートやから、今何時 ?1時。16分。まあ、のんびり来て、2時間ぐらいで、一緒に行きますわ。まあ、でも、チャリンコやと、暑いな。レンタカー借りてもいいかもね。それは大げさや。それは大げさや。大げさかな。なんか、島のハートランドにも可愛らしい女の子がいてたな。うん。バイトかも。あっという間にぬるまる。持ってきたかったな。サーモン。ああ、暑い中カレーライス食べ終わりました。ちょっとママちゃんと別行動で、黒島に来たらどうしても行きたかった桟橋があるので、ちょっとそこまで行ってくるわ。行ってきます。ここから先が多分桟橋やと思うんですけど、向こうか。こっち方面ね。結構距離あんのかな。すごいね、なんか木漏れ日がいい感じで、カラスが何羽もいてカー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 鳴ってるんで、なんかゲゲゲの鬼太郎の妖怪が出てきそうな感じじゃないけど、逆に出てきてくれんかな。出てきたら面白いのな。言うてなんか売れっ子 YouTuber ならこういうとこに仕掛けしとんやろな。なんか鬼太郎が出てくるような感じで、あ、ちょっと明かりが見えてきたんで、お、海海、多分この先に桟橋があると思うんですけどね。あ、これですよ、この桟橋。ちょっと行ってみたいと思います。伊香桟橋っていうらしくて、おお、綺麗。こういうこう雑多な桟橋も街中やったら進入禁止とかってなってるんでしょうけど、まだまだこういうところは自由が残ってるんで、全然そういうものはありません。ご覧の通りに右も左も、ガードレールみたいなものも何もないんで、落ちたら自己責任です。でもね、もうちょっとそういう世界に戻した方がいいと思うんだよね、俺の場合は。まあ、そう思ってる人は何人かいると思うけどね。いろんなことを自己責任でできないところもあるでしょうけど、まあ、それはね、みんなでお金を出し合って、税金っていう金で、やっぱ国をきちっとキープしていかなあかん。そういう流れでこう、世の中ができてるんですよ。桟橋です。桟橋の端っこ。飛び込みたいな、ここでな。こんな感じです。なんでこんなところに桟橋作ったんだろうな。ここが黒島に来たら来てみたかったとこです。来てみると意外と大したことはない。でもあれだけの遠くからここまでこう尾根で来ようと思うと大変なんで、チャリンコとかゲンチャリで来ると早いよね。あっという間だから、多分この桟橋の潮が満ちてる時には船が着くんじゃないかな。あ、あそこになんか変な虫、あ、入っちゃった、穴の中に。見えねえかな。おお、多分あれはウツボやな。こんだけ浅いと、日がたりみたいになってるんで、あの辺の岩まで歩いていけるでしょうね。行かないけどね。船降りた時は、まあ、何人か人がいたんですけど、これだけちっちゃい島でも、やっぱり今のシーズンあんま人が来てないんかな。誰もこの桟橋にはいないです。わし一人のみ。神様、あまりにも暑いんで、港のどっかの店でビールでも飲んでると思います。こういう景色見たいのにな。こんな感じで。石垣島の港からは、まあ、たくさんいろんな島へ船が出てるんですけど、まあ、一般的にはそのまま西表に行ったりとか竹富島に行ったりっていうのが一般的な観光地だと思うんですけども、まあ、たまに波照間島とかね、あの辺も面白いし、例えば黒島とかその辺になってくると意外とあんまり人が来てないのか、店もねそんな多くないですね。 4,5 軒ちょっと数えてないんですけど、で行くたびにこのコロナシーズンなんか全部閉まってます。で、今日一周して、ハートランドっていう、もともとの港にあったところの飯屋さんだけが入ってたんで、そこでカレーライスを食べました。僕の苦手なジャガイモがいっぱい入ってたんで、肉入れてほしかったな。ということで、そろそろ戻ろうかな。一応、時間がいろいろあってですね、広島のね、便が、石垣発が8時、10時、2時半、5時半なんで、で僕らは10時で来たんですけど、帰りがね8時40分、10時40分、15時10分、18時10分、大体時間で見ると40分ぐらい、休憩というか目を休ませてから、まあ、掃除もするんでしょうけど、それから元に戻る感じなんで、2時半、まだ2時半にもなってないですけど、2時半石垣発のやつが到着するんで、
それを折り返していくと、15時10分、40分だと15時10分なんで、まあ、多分30分ぐらいかかりますまでここに来るのに、だいたい10分ぐらいかな、黒島の航路は1日4本です。これ逃すと帰れないので、民宿に泊まってください。登録有形文化財、この建造物は貴重な国民的財産です。文化庁。さて帰ろう。でっかい牛さん、暑さやな。おうおう、怖いよ。よし。おうおうおう、花が、花が。はい、いかがだったでしょうか。一応黒島から帰ってきました。まあ、黒島の印象は本当に牛がいっぱい、牛だらけ。あれがまあいろんな日本全国で食べられる牛か思うと、もうね、よだれが出てきそうでしたわ。まあそんな島でした。ただもう日射日和ぐらい、暑かったんで、まあ水分はたくさん持っていった方がいいと思います。以上です。それじゃあ皆さん、また